城山にある、かさぶたの、ムーブ解説をしていきたいと思います。これはすごくロケーションが良い、見栄えのする、ルートです。なぜかいつもかさぶたという名前を忘れてしまって、なんかそばかすって覚えたりするときがあります。これは今1本目クリップしてクライムダウンして、でちょっとレストしてから再び登り出そうという作戦ですね。こういう作戦、まあありといえばありです。この辺もすごい、この二軒バンドっていうエリアなんですけど、ここはすごく、まあ、日当たりが良くて、まあ、ちょっと、まあ、暑い日は本当にぬめってしまうことがあるエリアです。この日、まあ、暑いんで、まあ、上裸で登っています。俺の体を見ろみたいな、そんな感じでしょうか。出だしも結構いやらしいんですね。でここはもうすごいガバを持ってブッと体を振って、まあ、クリップで、ここのところマッチしてグッと一気に取りに行ってますね。この日、まあ、レッドムーンとした日なんですけど、私が、とても大好きな鳥山明先生、漫画家の鳥山明先生が、亡くなった日でした。私はまあドラゴンボールはもちろんなんですけど、ドクタースランプの頃から、鳥山明先生の大ファンでして、まあ、その当時週刊少年ジャンプでドクタースランプ、まあ、あられちゃんですね、ドクタースランプが連載されてた、まあ、最終回ですね。最終回の時ジャンプ買って、まあジャンプでもかさばったりするんで、まあ捨てることになるんですけど、ドクタースランプのところだけ、まあ、切り抜いて取っておいたという記憶があります。でもそれも今まあどこにあるかちょっとわからないですけど、まあ、それからまあしばらくしてドラゴンボール連載が始まって、まあ、最初悟空、まあ、ちっちゃいんですけど、まあ、ドラゴンボール7つ集めて、まあ、願い叶えるっていう話ですね。あの単行本を買った時もう、あ、なんかこうドラゴン一巻ごとにドラゴンボールのね、あの一個ずつできて竜のこう体もこう伸びていくっていう状態だったんで、まあ、7巻で完結するんだろうと思ってたら、まあ、完結しなかったなっていう、あ、続くんかいみたいなふうに思った記憶があります。